で、あの行列生成分の方の並列化はあの実はちょっと難しいんで、おそらく今日皆さんにやっていただくのは無理だと思いますので、これはあのフォートランだけですけれども、あの一応参考用のプログラムを用意してありますので、後であのちょっと一緒にコピーしてくれればと思います。で、複数要素からですね、同時にあの同じ接点に足し込むっていうことがありますので、これをですね回避しないとですね、複数の要素から一つの接線のね、同じ成分に足そうとするとですね、おかしなことが、起きます。計算結果が変わってしまうか、止まるかどっちかです、はい、あるいはすごく遅くなるか、いろいろの、処理系によって変わりますけれども、これは避けなければいけないということです。それそのためによくやられているのがですね、色分け、カラーリングと言われているもので、全体を色に分けてやるわけですね。で、そのグラフ理論のところでその4色問題とか出てきましたけれども、言ってみればその4色問題をこの、色分けに適用するということです。で、色の中に属する要素がですね、同じ接点を同時に更新しないように、色分けをしてあります。で、同じ色内の要素の処理は並列にすることができるということです。で、今の問題の場合はですね、規則正しい形状なんで、8色に塗り分けることができます。1接点を共有する要素は最大8なんですよね。で、要素内の接点数も8なんで、8色に塗り分けられるということです。ただですね、これからプログラムを紹介しますけれども、色分け部分の計算時間が結構時間かかるんですね。なんで、この部分が非常に並列化が難しいところなので、ここら辺はこれから の課題と言えるところです、はい。で、どんな形でやるかというとですね、例えば黒とか赤っていう、こう接点がありますけれども、この周りを取り巻くですね、今2次元ですけど4つの要素がありますが、同時にですね、この黒に書き込もうとする可能性があるわけですね。で、それを回避するためにですね、同じ色を、取り巻くですね、要素が必ず別の色になるようにするわけですね。で、ですからこれだと赤、緑、青、水色って感じですよね。で、一つの要素の周りの接線の周りの要素が全部違う色になっているということがわかります。なので、こういうふうにしてやればですね、複数の要素が同じ接線に同時に書き込むとはなかなるわけです。それ例えばその緑ですね、緑のところというのは同じ色の中の要素というのはもう同じ点に書き込むことはないわけですよね。ですので、緑の要素の計算というのはこの中で並列化することができます。他の色も同じです。なので、そういうふうにしてですね、色分けをして各色を並列に計算するというですね、そういうことをしています。それで、要素の色分けをしてやるわけですね。それでこのエルムカラーインデックスとエルムカラーアイテムという2つに分けてですね、で要素をですね、この色の順番に並び替えて計算をするということをやっています。それで、ここら辺がですね、要素の色分けの部分ですね。それで、IWKX っていうですね、ワークの配列を用意しまして、まず最初にこれ初期化してあります。それで、これ各色のループですね。で、これ1から NP までになってますけど、実際は8色で終わります。で、各色の中でですね、この全要素を見に行きます。それでまずこの、IWKX の2っていうですね、これが0である、そういうまだ色付けされてないような要素の場合にはですね、この、接点をまず見に行きます。それで、それぞれのですね、接点 のステータスをこの IWKX の1というのに入れてありますので、そこでこの IP1 から IP8 というのを見に行くとですね。それで、この IP1 から IP8 までをですね、足してやります。これ0か1が入るようになっていると思うんですけども、それで、もしこれが0っていうことになるとですね、各要素の各接点がですね、同じ色の中でアクセスされていないということを示しますので、各、色に含まれる要素の数を、1つ増やします。要は、こういう ISUM イコール0になっていればまだ依存性がないので、この色の中に入ることができるわけですね。というような形でカウントを一つ増やしてやります。
それで、このアイコル3というところにですね、このアイカグを入れてやって、で、この要素の色番号をアイコルというところにしてやると。まあ、そんな感じでですね、要素を探してやるということをしています。それで要素の色分けができたらですね、あとは、一番1から要素数っていうループがあります。1からアイセルトットっていうのがありますけど、そこをですね、1から要素の色数ですね、この場合8なんですけども、それのループにしてやって、その一つ内側をですね、こうやって並列化してやるということです。それでご存知のように、そのマトリックス作る部分っていうのはですね、変数がすごくいっぱい出てきて、これ全部プライベートなんですよね。ですので、それを全部ちゃんとプライベートで書くのは結構大変です。はい、これちょっと書き漏らすとですね、やっぱり結果がおかしくなったりするんで、これは気をつけてください。まあ、デフォルトはプライベートにすることももちろんできます。で、これはですね、後でまたありかを教えますけど、ソースの2っていうところに入ってるんで、これも同じようにして、やってみてください。これフォートランのみです。はい、それでこちらがですね、並列計算をした例ですね。で、512×384×256 っていうのですね、これは12ノード使って計算しています。で、コアあたりですね、64の3乗接線ぐらいです。結構大きな問題ですね。それでですね、これがPメッシュですね、メッシュドットインプか、メッシュドットインプの中身で、1行目がこれで、2行目が NDX、NDY、NDZ なんですけど、これがその数字です。それで、864っていうのが、192コアですね。で、192プロセスです。で、MPI16 かける、ハイブリッド16かける1の場合には、232にしてあって、12ノードなんで、12プロセスということになります。はい、ですから、これをね、864とか464っていうのを、ここに入れてメッシュを作ってください。それで反復回数はですね、どのケースでも一緒になります。で、計算時間を見てやるとですね、この上の2つはですね、フラット MPI とハイブリッド 1×16 で、基本的には同じなんですけれども、このハイブリッド 1×16 というのはオープン MP でコンパイルして OMP ナムスレッズイコール1にして計算しています。実はちょっとこれやるとですね、警告が出るんですけども、あまり気にしないでやってください。で、これらはですね、この2つはほとんど計算時間かかんないですよね。それでハイブリッドの 2×8 とか 4×4 ってこうやって増やすに従ってですね、ちょっとずつ遅くなっているというのが分かります。なんでノード数が増えるとですね、どちらかというとこっちの方が有利になってくるんですけども、12ノードぐらいだと、あまりその差は出なくてですね、むしろこちらの方が遅くなるっていうような、ケースが出てきます。だからちょっとここら辺はですね、ちょっと自分でやってみてください。で、ややこれ計算時間もかかるので、あれですね、ちょっと混んでるんだとすると少し流れにくくなるかもしれませんけれども、ちょっとこんな感じの計算もトライしてみてください。あとこれがですね、これはものすごく時間かかるので、ちょっと今日はやらない方がいいかもしれませんけれども、232ですから、12MPI プロセスにしてですね、スレッド数を変えた場合です。で、これはやってみると面白いんですけども、このオープン MP のスレッドの数を1から16までですね、こうやって変えてる例です。するとですね、1の場合は1056で、2にすると2倍のスレッド使いますから、592.5 ってことで、だん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 上がっていきます。それで、スピードアップを見ていただきますと、2倍のところが 1.78、 4のところが 3.64 ってことで、16のところで 12.9 なんで、結構スピードアップとしては悪くない数字ですね。はい、それで、もしですね、これフラット MPI で、ノードあたり1プロセスでやるとですね、1082秒ということなんで、ほぼ同じですね、この1056とですね、ちょっとこちらの方が時間がかかっているということになります。それで、ちょっといきなりもうやる前に結論を言っときますけれども、これ見て分かるようにですね、必ずしもですね、ハイブリッドにするといつでもいいかっていうと、そうでもないんですよね。ですから、そこら辺はやってる問題とか計算機環境によって変わりますので、
そこら辺はね、よく、気をつけてやってください。ですから、これから、ハイブリッドの方が良くなるとはいえですね、やっぱり自分の計算ですねとその規模によって変わってきますので、そこら辺はよく注意していただければと思います。であと、ハードウェアの特性にも随分依存しますので、FX10 ではこうだけど、普通の D4 系ではまたちょっと違うっていうようなことは当然ありますので、それも気をつけてください。ただですね、素行列ソルバーの場合はですね、計算濃度数が少なければ、フラット MPI の方が概して性能が良いというのは、これは割とよく知られていることで、そういう意味では今ご紹介したような結果というのは、割とそういう傾向には合っていると言えます。それでどうしてもですね、このハイブリッドにしてですね、このオープン MP 化したらですね、その分ですね、メモリへの負担が増えるんですよね。それでメモリー競合みたいなのも比較的起こりやすいので、あまり、性能が良くないということがあります。ただ、濃度数が増えるとハイブリッドの性能が比較的良くなるケースが出てきますので、ここら辺はですね、ちょっと今回は難しいですけど、ご自分の問題でですね、将来実際に大型の、計算機使うような場合にですね、ちょっと試してみていただければと思います。はい。これは最初にも言いましたようにね、メニーコア環境ですよね、1ノード240スレッドみたいなところではやっぱりフラット MPI は現実的ではないので、なるべくハイブリッドにした方がよかろうということになります。